どんな人でも必ず稼げるアンケートサイト、ユーボイスでございます。実際にね、私がこれからアンケート答えますので、どのぐらいの時間がかかって、どのぐらいのポイントがもらえるのかを確認していただきたいと思います。現在私はね、5670ポイント、567円がここにあります。保有ポイントね。そしてこれから答えようとするアンケートが保険に関するアンケートですね。これが20ポイントから50ポイントとばらつきがあるんですけども、こちらの方が答えることができるということなんで、ちょっと答えていこうと思います。それでは行きますよ。保険に関するアンケート、じゃんって感じですね。最大10問の質問があります。質問によっては途中でアンケートが打ち切られて、そこまでのポイントが入るってことなんでね、最低20ポイント、最大で10問までたどり着くと50ポイント入るってことになります。2円とか5円のために私これからやりますからね。というのが、1円も稼げないよりはいいでしょ。で、ビジネスで稼ぎたいって言ってる人が、1円も稼げずに、寝ることっていうのはね、それはね、やっぱり、ビジネスになってないってことなんですよ。あれだったらね、もうね、1円でもいいから稼ぎに行きましょう。とりあえず、毎日、ゼロはやめましょう。1円でも5円でも稼いで、1日を送るようにすればいいんじゃないかと思います。はい、じゃあ開始でーす。はい。あなたが直近半年以内に契約を検討した保険ありますか？検討した保険ありますね。はい、あります。検討した保険がね、バイク保険ですね、私の場合はね。あとは、地震保険ってのがあったんですけども、火災保険に含まれるのかな？こんなとこでございます。はい、そして今度は契約した保険ですね。契約した保険は、契約は結局しなかったですね。はい。じゃあ、これによって、あと10問、次進みましょう。はい、あ、終わっちゃった！あ、終わっちゃったよ！ということで、あんまりポイントがもらえませんでした。あ、でも20ポイントもらいましたね。20ポイント。2円です。どうですか？1分もかからずに2円もらいました。1分で2円ってことは、60分でいくら？ 120 円そんなとこですか？割が悪いでしょ？割が悪いけども、何もせずに0円よりはいいんじゃないですか？はい。あなたご自身にアンケートっていうやつがありますね。ちょっとこれね、皆さんにお見せしながら答えにくいですね。ウェルカムアンケート行ってみましょうか。1円のためにこれね、10ポイントやってみます。じゃん。はい。どんなの？SNS やホームページの、記載を含み、人に言ってはいけませんってことが書いてますね。あ、じゃあこれちょっとお見せできないですね。すいません。じゃあまあ、そんなとこですよ。まあ、これから私これこっそりやりますけども、こんな感じでね、稼ぐことができますってことです。3分の動画でしたけども、はい。じゃあ2円稼ぎました。終わり。